皆さんこんにちは。今回の動画では2023年2月23日第1試合で行われたおしゃべりおじさんじゃなかった卓上の魔術師こと園田健選手が見せた逆満牧師無双について紹介していきます。ドリブンズは現在セミファイナルに残るため大きなトップが必要となる中、これぞドラフト1位という活躍を見せてくれました。インタビューの中で語ってくれた無欲の勝利という言葉も印象的でした。それでは本編のスタートです。これは本局初が統一。これも良さそうだぞ。今度今度は園田が国士だ。そうですよ。もうこれは国士に行って安全牌貯めそうですね。できればね脇に上がってほしいところなんですけどね。黒沢は羽マンの出上がりで、2着に浮上ですね。ちょっと統一になった。2万4300差。近藤園田、近藤園田は2万、はい。ああってことは近藤羽マン直撃狙いそうですね、この手だと。あでもこれは自然チートですか。いいシャンテンですね、うん、ね、面本チートイだったらね羽マン直撃チャンスだったんですけどね。もちろん上も見たいけど、うん、これ以上着地落とすわけにいかないですから ね、 一応並びはいいですからね、フェニックスにとってもね、はい、まあね途中までトップ争いしてただけに悔しい結果かもしれませんが、うん、まあ考えてみればまあ最低限の仕事とも言えますもんねこれで、うん、はい。いやこのまま終わるとねフェニックスにとってはすごいいい結果になると思うんですよ。うん、うん、まあ国士に行くか、あメンツ手もあったんでねもう国士直線にしましたね、はい、結構整ってきてますね。リャンシャンテンですよね。あれスーピン切りありますか。スーピン切ったらトップ狙ってるってことですね、うん、ああここ穏やかに羽直はさすがに打つ男じゃねえよなということですかね、うん、そういうことですね、はい、ん？え？園田いいシャンテンだ。園田さん白春え？ちょっと待てよ。園田さん2枚ずつありませんか。ありいますいます。チュンだって近藤が統一なだけでしょ。2枚ずつある。で黒沢が白1枚っていうか黒沢の白危ないじゃないですか。危ないですよ。チュン引いたらおい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 、チュン引いたら上がりでしょこれ。いやこれ国士上がったらだって2回分のトップですよ。もう8万点100ポイントですよ。おい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 、いやちょっとドキドキするな。ああ白、いやでも危ないんですよこれ。危ないですよ、持ってると危ないですよこれ。チュン引かれたら危ないですよ。でチュンにやますよ。んスワンコ、そんなことある。でチュンがニヤマですよ。チュンめちゃくちゃ大事。チュンどこ行くよ。おい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 、あすごいなポンしましたね。うわーこのポンどうなるかな、怖いね。チーピン親に打ちたくないですよね今度はね。いやこんな時に国士なんて決まんないだろうってみんな園田からはかなり警戒外れてますよ。初三元牌はさ、あこれ堀の欲しい初だ。これトントンだ。トントンですね。出ないですね。となると初が出ないまま順位引いたら、初が出ないまま順位引いたら危ないですね。あーくっついた。あ これはリーチもあるかな。ドラーカリアンメンサブロ、うん、いやあローソポンされてますね。でもリーチあるな。ちょっと打点もあるんでね。はい、これリーチあるんじゃないかな、うん、あとチー闇点かいかない。でチュンポンしてスーピン切りとかもあるんですよね。シャアは違う。あーここにチー来た。あこれもうどっちも打たないわ。今の急走でやめましたね多分。
あ、これで役割取れるけど、いやだめですよ。取ら、あ、でも振り点ですしかも、シャンポンは。いや、取れないですね。行くところじゃないんですけどね。ああ、行かない、ね、本当だ。うん。どうしたっけ。白。いや、これ黒沢の白どうかな。やめたようにも見えませんかこれ。え、ちょっとちょっと。うわ、危ない。これ白1枚ある。堀あるよ。危ないよ堀も。うわ。嘘だろ、こんなところで32,000。いや、これは大きい直撃。転敗した、その刹那32,000点。ドリブンズの園田が堀からと、堀から国士無双。だってこれで64ポイント一気に近づくんですよ。こんなことが起こるか。トップとなりました赤坂ドリブンズ園田健選手です。トップ、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。やってくれましたね。いやー、やりましたね、国士無双。はい、はい、まあ、なんていうんですかね、まあ、無欲の勝利と言いますか、うん、あんなにね、敗敗を開けた時にもうなんか全然大したことない手で、うん、国士上がりたいっていうよりもなんかもう僕は無理だから、お二方どっちか、あの堀さんの親を終わらせてくれませんかみたいな気持ちで、うん、とりあえず将来的に手詰まらないようにも今回僕無理ですみたいな感じでやってただけなんですけど、うんうん、そういう無欲の、うん、気持ちがああいうテンポを揺れさせてくれたのかもしれないですね、うん、ね、はい。さあ、では最後にファンの皆さんにも一言お願いいたします。はい、いつもいつも心配かけてごめんなさい、これで、なんとか、はい、一応望みが残りました、まだまだ苦しいので全然油断はできないですけれど、はい、引き続きドリブンズ最後まで走り続けますので、ぜひ最後まで見ていただければと思います。ありがとうございました。以上、本日1戦目トップを取りました赤坂ドリブンズ園田健選手にお話を伺いました。いかがでしたでしょうか。この動画を楽しんでいただけましたら、高評価、チャンネル登録をお願いいたします。またこの曲が見たい等のリクエストもお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。